皆さんこんにちは。急に春になりましたね。今日は実は歴史的な場所に来ましたので、美馬のこと勉強しましょう。ごつい木やなあ。先生久しぶりです。お元気ですか？はい、元気ですよ。ここは美馬のすごく大事な場所だと聞いたんですけれども、はい、先生今日よろしくお願いします。はい、わかりました。この前見たね、壇ノ塚穴に続いて、ここが壇ノ塚穴の100年後の当時の仏教の中心になったお寺の跡です。なんていう名前のところですか？地名を取って高座と拝寺っていう名前で言われてます。昔は龍光寺って言われてたんですけどもね、実際には地名を取って現在は高座と拝寺と言われているお寺です。じゃあちょっと見ていきましょうか。はい、お願いします。国の指定遺跡なんやな。ここは何ですかね？これはですね、当時の建物の中心になる塔の跡です。塔っていうのはお釈迦さんの骨を埋めておく場所であって、仏教の一番最初の大事な場所、一番中心になる場所ですね。だからここにありますように、これ塔跡掘ってるんですけども、顔みたいやな。ここがね、塔の心礎って言われる分、いわゆる地下式心礎で八角形をして、この穴の中にお釈迦さんの骨を入れておいたと言われているものです。お釈迦さんの骨が入ってたんですか？と言われたんですね。実際にそのお釈迦さんの骨とそんなにたくさんありませんから、いわゆる仏舎利って言われる舎利容器の中へ入れた形になって入れたと言われているところです。なるほど。それ西洋にもありますよね、教会とかで。そうそうそう。なるほど。で今残ってる部分は柱のベースですかね？これは埋まってますから今現在見えません。はい、残って見えるのが今ここにある2つの石が残ってると思うんですけど、2つの石がこの現在上で上がってみますかね。はい、上上がってみてみますかね。お願いします。はい、よろしくお願いします。確かにありますね。はい、先ほど説明しました支店中の2つの柱ですね。で、こちら側手の柱は全然動いてないです。そのままの場所になります。こちら側の石は少し東へ寄ってきてます。さっきの発掘調査でいくと中心がちょうどこの辺り入ってきますね。動いた理由はなぜですかね？昔の段階で誰かがですね、中に何かないかということで柱の下を石の下を見てるわけですね。骨を動いてる。いや骨じゃなくて何か宝物があるだろうと当時であればねと見て動かしてるわけです。で柱の太さはですね、ここにありますようにこの黒くなってる部分のそれこの丸くなってる部分が柱なんです。だから今の柱と比べたら相当太いっていうのが分かると思うんですね。この影みたいなところが太さです。それが残ってるんですか？すごいじゃないですか。50年前の柱の跡が残ってる。それはすごいですね。はい、柱の跡がこんなにはっきり見えるんやな。例えば徳島の国分理事の礎石にもそういう跡が残ってますね。奈良時代の礎石でも残ってます。だから同じようにこの柱の跡が現在でもはっきり分かるわけです。はい、この建物以外の建物もありましたか？はい、この向こうに今少し小高い少し土が盛り上がって、はい、草がたくさん生えてるところと、はい、あそこ金堂って言いましてね、はい、いわゆる仏像を安置するための建物がありました。だから塔はお釈迦さんの骨を埋めて、金堂は当時のその阿弥陀さんとかその仏像、釈迦の由来とかの仏像をお祭りする場所があったと言われてますね。だから塔と金堂とが一体になってるわけです。じゃあ昔あったのは2つの建物が中心になります。はい、それ以外にあと門があったり回廊があったりとコードがあったりしますけども、ここでは確実に分かってるのはお釈迦さんの骨を埋めてる塔と、それと仏像を安置してる金堂、この2つは確実に見つかってます。はい、イメージで作った模型みたいやけど。すごいお寺だったんやな。塔です。行動です。タイムスリップしてみたくなるな。これには立派な回廊があるんやけど、最近の調査ではここまで立派じゃなかったみたいなんやって。そんなに残ってないのにちょっと歴史感じますね。はい、当時としてはこれだけのものが残っていると非常に素晴らしいことだと思います。四国で中でも非常に一番古いお寺だって言われてます。はい。四国で一番古いお寺ですか？はい。四国で一番古いお寺と言われてます。だから歴史を解明する上で非常に重要な位置を占めてる。美馬にはやっぱり珍しいところがいっぱいありますね。そうですね。だから壇の塚穴に続いて100年後。だから壇の塚穴一番新しい時とここの一番古い時とか同じ時期なんです。このお寺がなくなったっていつ頃でしたっけ？おそらく多分残ってるのは50年から70年前後で、あとは自然に壊れてなくなってると思う。はい。残念ですね。だけどこれが残ってよかったですね。そうですね。現在のその美馬市の歴史を見る上で、壇の塚穴についてここの講座と配置っていうのが非常に重要な役割をしてるわけです。でこの建物の位置がですね、ちょうど後から出てくる奈良時代の浄瑠璃の5番の目とにぴったり合うような形でこのお寺建てられてます。はい。なるほど。でこれから先生はまた作りますか、お寺？もしそうだったらぜひ言ってください。私も一緒に作りますから。作ります？はい。頑張ってやりますか？はい。はい。お願いします。はい。はい。じゃあ実際にね、ここから出た品物がですね、今の京都博物館にあるんです。でさっき言った50年から70年という時期についてもそこの出てるものから分かりますので行ってみましょう。はい。じゃあ喜んでお願いします。行ってみましょう。松永先生、ありがとうございました。次回もよろしくお願いします。先生、これもしかして遺跡跡ですか？違うよ。パイク、インディ・ジョーンズにはなれんよ。